状況を整理しよう。君は昨日、頭をぶつけたせいで、16分30秒気絶した後、目を覚ました。当時体調に不調はなかった。うん。その夜、異常な焼かれたような痛みが胃から食道、そして喉に広がり、脳裏に奇妙な幻想が現れた。最終的に、火の玉を吐き出した。そうそう、その通り。最後の点について、レッドドラゴンの血を受け継いだ親族は、本当にいない？それは確定できる。家族全員との集合写真やカルテをひっくり返して探してみたし、パパとママとも電話した。その可能性はないって言ってた。相当珍しい状況だね。そう！だから、なんとかしてほしいんだ！信じんの？疑ってはいない。あんたほんとバカね。もっと長めに街をほっつき歩いてたら、服も帽子も今頃騙し取られてるよ。それとあんた、バカ力で人の手つかまないで離して。でもあなたが突然ぶつかってこなかったらこんなことになってないし、おかしくなった責任取ってもらうから。これ不滅の炎でしょ。アルカニストなら誰でも知ってるトリックじゃない。工房で2日足らずで20個生産できるわ。私を騙そうなんて100年早いわよ。はあ、騙してなんかないもん。あの炎は本当に口から出てきたんだから。おい、見て、全然焼けるしない。私可愛くなんかやいもん。嘘つきはね、トリックの更新に4年がないの。トリックなしは収入なしって言うでしょ。その偽物の炎を連れてとっとと帰りな。詐欺を続けるってんならバニップが下水道からあんたの寝室に侵入してくるかもよ。あいつら嘘が大好物だ。舌を噛みちぎられるかもね。でもこれがトリックだとまだ証明できない。証明？こいつが怪しい根拠なんて山ほどあるわよ。こいつ夜中にあたしんちの木によじ登って寝室の外で大声を出してた。窓を開けたらショッピングバッグを持ち上げるみたいにあたしをここまで連れてきたのよ。突然炎を吐き出したら混乱するのは理解できる。だからその異常な行動に出たりする。オーマイガード、パパとママに襲われなかった？真夜中に来る見知らぬ奴には最大限に警戒をしろって。見知らぬ奴？確かに頭をぶつけたし、ちょっとばかり自分が誰なのかも思い出せなかったりするけど、忘れるのはひどくない？ご近所さんなんだよ、サンドフランネル。私の家から3ブロックしか離れてないし、挨拶もしたことあるし。3ブロック？それご近所さんって言えんの？道端がゴミだらけの場所と白い噴水とこじゃれたガーデニングがある綺麗なブロックがご近所さんだとは思えないし、金持ちで優雅な移民家族を持った覚えもないわ。
お小遣いのためなのか刺激を求めるのかも知らないけど、私はね、今月の家賃が払えなかったら路頭で新聞紙をかぶって寝る羽目になるの。早く話してよ。あんたの歯が当たったっぽいんだけど。言っちゃダメ。少なくとも何があったのかが分かるまではここにいて。今頭の中が昔と今で大混乱なんだ。歌ってたと思ったらすぐにその歌を忘れたり、たくさんの人が私に向かってひざまずいてて、ウルル運動場で走ってて、それで熱いかがり火？あれはかがり火なのかな？まあいいや、それはそれとして、私は世紀末で暮らしてる一般人なのに、こんなおかしな記憶があるはずない。きっとどこかおかしくなっちゃったんだよ。頭かもしれないし、別のところかも。今バカになっちゃったらトレーニングの計画が乱れちゃう。年末に試合を控えてるのに。そこまで思い詰めないで。その症状がずっと続くとは限らない。アルカニストが霊的な兆しを感じるのは必ずしも危険を意味するわけじゃないから。複雑な状況だからもっとちゃんとした身体検査で状況を把握した方がいい。私たちは力を貸すよ。君の状況を責任持って見てあげる。治癒するか、生活に支障がなくなるまで見届ける。今パパもママも家にいなくて、私は一人。もし頭が悪くなったら終わりだよ。ドラマじゃ大体そういう流れになる。悪い方向に考えるのはやめよう。さあ行こう。ありがとう。何よ、私に何か用？身体検査だけでしょ？私も行かないとダメ？こっそり抜け出してバイトに行くつもりでしょ？ええ、その通りよ。まあ、いったわね。そうだ、ケース持ちのあんた、ここで働けるように紹介してくれない？ここ給料良さそうだし。